この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、そしたらですね、目の駅の駅前出発して、次が熱風駅ですね。外川文夫さんが3回来てて、3回目の書き込みにはですね、僕があまりにもこの函館温泉6期の撮影が遅いことにしびれ切らしてましたけれども、やっとね、来ることができました。2018年度中には多分配信できると思います。そしたらですね、とりあえず、行き過ぎたかな、行き過ぎましたね。多分今のところね、右折だった、目南の駅前通り、ゆっくり通り過ぎてしまいましたけれども、本当はね、止まるを右折でした、ごめんなさい。山がちのところですね。観光地化されてるかっていうと、駅だけはなんかね、観光地化されてますけど、それ以外はそうでもない。そしたらですね、熱風に向かって先進んでいきますよ。熱風駅ね、ここから16キロですよ。遠いよな。左折かな、多分左折だと思う。で、これで函館本線にしばらく沿って、で、途中からまた国道5号に合流するっていう感じになります。このガソリンで果たして長万部まで辿り着けるだろうか。木も別で一回給油はしたんですけどね。まあ、ちゃんとエコーを心がけて走ればね、大丈夫ですよ。多分ね。こんなとこでガス欠になったら大変なことになる。士幌線現地調査した時のことを思えば、まだまだ明るいですよね。2018年はさ、配線を結構多めに配信したっていうこともあって、駅ノートはほとんど配信できてないんですよね。実はねっていうのは、私のチャンネルをよく見てる方だったらもうそれはもう重々ご存知のことだと思うんですけれど、多分山線が中心になるでしょうね、2018年の駅ノート。でもね、あんまり山線に入ってからそこまで強烈な駅ノートっていうのはね、ないですね。しかし明るい農村、米どころって感じです。こうやって山線に沿って移動したのも、そのうちいい思い出になるのかな。風景は綺麗ですよね。で、ここにね、高架橋があって、これ函館本線の高架橋みたいです。踏切かと思ってたら高架橋でした。そして国道5号にですね、合流します。合流してからさらにね、11キロもありますよ。実はこの先にですね、上目奈駅っていう駅があったんですが、昭和59年に廃駅になって、そこはね、寄りません。時間的な問題もありますし、ちょっと細かい場所をですね、調べてこなかった。
ればそこだけやってもいいかもしれないですけど、ここまで来れば高速道路で一気に黒松の山に来て、それでちょっと山に入れば行きますかね。ここでまたね山越えるんですね。なんだろうな、函館本線がね、なんだろうな、つづら折りになってここの山越えてるみたいですね。昔の線路って本当大変ですよね。トンネルもろくに掘れなかったから。そりゃ室蘭本線が全通したらそっちがメインになりますよね。でもね、ここまで来まして一面一線防線駅って昆布ぐらいじゃないですかね。他結構ね、どこの駅行っても交換設備残ってるんですよね。目田駅もわざわざこっちの山線をメインルートにするために交換設備を復活させたらしいですからね。もう山線がメインルートになる準備はいつでもできて、まあ、確かにね、最悪特急が止まっても高速バスで函館札幌間は移動できるんですけど、ただ貨物に関して言えば積むんですよね。薄山分化したりして室蘭本線使えないと、物流っていう観点からこの山線の在来線は絶対に必要なんですよ。ないとね、本当に北海道民の生死に関わる事態になりかねないですからね。あんまりこうやって余計なこと喋ってるとね、またパンダが出てくるかもしれないんで、ちょっとしばらくゆっくり走りながら先進んでいきたいと思います。結構自動車で走ってても結構ね、急な道ですもんね、ここね。確かに線路で越えていくのは大変かもしれない。で、ここまで来ると高速道路の案内が出てます。黒松内新道、豊浦道方面というので、ここをまたですね、ここ黒松内から次どこまで行くのかな、高速道路が地味に伸びてきているエリアでもあります。このエリアに高速道路を作ろうと思ったら確かにね、トンネルが多くなりそうですよね。どうにかね、次の熱風駅まで 7.1km になりました。こういう直線道路は要注意ですね。野生動物に要注意ですね。ここから下り坂、この山の峠の頂上で黒松内町に入ります。